どうもみなこんにちは、ずちゃんです。文丹です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日の企画は文丹に化粧してもらいます。おー、これは化粧すんの？そうそうそう。我把我这里有的化妆品几乎都把它放在这里，让文丹自己挑。我也没有告诉他什么是什么这样。俺今日結構化粧の先生っぽくない？なんかその高いブランドの先生みたい。下地つけるときにね、このねパウダーを使うんですよ。先生。なんか違う、俺の知ってる下地と。我刚才看那涂好多，好浪费我的保养品。なんか悪口言われてそう。言ってないよ。それ鼻を高く見せるね。ちょっと柔らかくしてくれる？他用超用力的这样点我哎。次はもうファンデーションいっちゃおうかな。おお、もうこんだけでいける。こんだけでもう外出る。很白耶。很白耶。很白。この次はね、アイシャドウだな。我平常画是不会画眼影的。完了、他好像要用眼影、可是其实打亮的。これ明るく見せるやつだね。あ、そうそうそう。目元ね。これするとなんかいい意味ある。なんか顔のメリハリをちゃんとさせるもの。よくわからん。アイシャドウ合ってるよね。合ってる合ってる。女の子らしい、やっぱり色つけた方がいい気がする。やばい、やってしまった。めちゃめちゃ批判きそう。なんで？全然分かってないから。めちゃめちゃ削れてね。これであれでしょ、まつげを上にして目をでかく見せる感じ。OK、アイシャドウもう一回やるわ。不是啦，这个应该是眉毛吧？これアイブロウだよ。何アイブロウ？あの眉毛。ああ、鼻を高くね。ここだと思うけど。すげえ。メリハリすぎるわ。進撃の巨人の超大型巨人みたいな質。ああ、いいかもいいかも。本日のポイントはですね、ズバリこちらのアイシャドウとこのノーズフェイス。マスカラによってね、この目が大きく見えるわけです。ピンクでしょ、女の子はね。我觉得他涂的好上面哦，他为什么会涂到我的眉毛那边去了？女の子らしくね。あとは口紅しよう。まあルーちゃん乾燥してるからね。こいつを先に塗ってあげようかな。うんま。めっちゃクレヨンみたい。なんかよく幼稚園の時にこうやってお絵かきしてたよ、これで。皆さんもこれでお絵かきしてた？なんかなんか口先女みたいな。そうそう。これね、いつもルーちゃんつけすぎてアンパンマンみたいになってるから、あんまつけすぎないようにしようかな。もういいじゃん。はい、完成でーす。今回のポイントはですね、先ほども説明したんですけど、こちらとこちらにですね、ブラウンを使うことによってメリハリをつけたんですよね。目はここら辺ね、キラキラさせることによってね、目を大きくしたりとか、あとね、マスカラ使うことによって目を大きく見せたりとか、ここはね、ちょっとね、私のね、こだわりポイントとなってます。あとはこちらのちょっと失敗した口紅はどう思いますか？るーちゃん口がね、ちょっとね、ちっちゃいから、もうちょっとね、大人の女性になってもらおうかなと思ってね、こっちにね、ちょっとね、大きくしたわけですよ。今石原さとみだよ、るーちゃん。ほんと？うん、さとみさとみ。今天找文丹帮我化妆呢，其实就是想要介绍这个噔噔 ZA 的卸妆蜜。本来是想说用文丹帮我化妆出去一整天，但是呢，看他化完之后，我觉得好像不太可行。本来是晚上要卸妆，就想说现在就卸掉。当初会接这个卸妆蜜，也是因为我自己的卸妆都是用卸妆凝胶。其实以前的话都是用卸妆水啊，可是可能是肤质变了还是怎么样，就是没有那么适合现在的我，所以我现在都是改成卸妆凝胶，因为本来都是用日本的牌子。它就比较贵，所以要回购的话就是会钱包有点心痛，所以这次接到 ZA 的卸妆蜜就很开心，因为它的价钱相对来说比较没有这么贵，而且我觉得蛮好用的。那我现在就来洗脸卸妆给大家看咯。卸妆的时候双手都必须维持干燥的状态，不要像文丹一样每次都手湿湿的用。
然后呢，将这一坨凝胶涂到你的脸上后，用螺旋式的按摩脸，这样子也可以顺便瘦小脸。那因为这一款卸妆蜜有双重效果的配方，可以紧密的包覆脏污彩妆。哦，这一段好难念。加水冲洗之后呢，它会由蜜状直接变泡沫，就不用等待它乳化，就可以轻易的冲洗干净。那因为我自己不太敢用水直接冲，所以我每次都是用毛巾擦。可是用毛巾擦也是擦一次之后就还蛮干净的，那我通常会多擦几次啊。然后呢，因为这一款是洗卸合一的关系，就不用再另外洗脸，很方便，呵呵。懒人必备，最适合下班很累的小资女。ZA 的卸妆蜜洗完脸之后啊，脸不会很干，因为日本的天气比较干燥，我每次洗完脸都蛮怕的，一定要赶快擦乳液。但是这一款就不会，洗完之后皮肤很嫩，也很水亮。你们看文丹帮我涂那么多层的妆，都可以卸得很干净。我现在已经卸完妆回来了，我没有骗人哦，这是真的。就是我每次用这个卸完都觉得皮肤很好，比较适合的是用比较多粉上妆的，例如说是腮红啊、眼影之类的，他们比较适合用凝胶来卸。那因为我自己是不太画眼线那些东西。那今天的影片就到这里啦，给文丹化妆之后，觉得还是我自己画的话比较好。顺便给大家看，这个是我自己超喜欢的，这是我朋友送我的魔法公主的眼影盘。我自己不太想画啦，现在觉得蛮可惜的，以后要看杂志学学看。好啦，又被文章拉长了，反正呢，这个就是今天的影片啦。如果说你喜欢这支影片的话呢，都欢迎在下面帮我们按赞，然后留言给我们，跟我们说你还想看什么样的影片，然后呢，也可以分享我们的影片哦。那我们就下次影片再见啦，我们下次影片再见咯，我们下次影片再见咯，拜拜，拜拜，See you next time， 拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。